はい、皆さんこんにちはでございます。今日もジョジョリアルやっていきましょうということで、昨日2月21日に1周年記念で大型アップデートがありました。結構夜の10時ぐらいまでアップデートが延期であって、なんかいつもだったら5時に終わるんですが、やっぱりいろんなところが変わっているので、まあ、結構時間かかったんじゃないかなと思います。ということで、もう見た感じ変わってますね。もう1周年専用というか、もうガラッと変わっております。昔ね、このジョータロの後ろとかに他の2体がいたりとかしてあったんですが、変なところも変わっておるのであれ、いなくなってるって、今日アップデートした瞬間に思った。あれ、いなくなってるって、寂しくなってますね。はい、ということで、まあいろいろ変わってはいるのですが、それは全部動画で別々の動画に出そうと思うので、まあ話すこともいろいろあるのですが、今回はガチャ動画ということで、ガチャを見ていきましょう。1周年記念ガチャですね。これは期間限定で、3部、次が4部で、最後2部なのかな、ちょっとよくわかりませんが、これが、期間限定になっております。で、まあ、入り用なんで、ダブったら嫌だなって最初思ったんですが、おこたろうがもしかしたら当たるかもしれない。で、おこたろうは両方マインド、スタチュー、スキルマインドを持っているので、まあ、当たればすぐ使えるっていうか、めちゃめちゃ強くなるので、今回こっちを引こうかなと思います。で、これ、よく見たら、1周年記念ガチャチケットしか使えないんですよね。なんで、今貯めているゴールドチケットは、これは使えないので、気をつけてくださいね。これね、俺も知らなかった。見てみたら、あれ？これ1周年って書いてないチケットガチャと思って、やってくるなと思いましたけども。だから、せっかくこの日のために、ゴールドチケットを貯めていても、これは1周年記念ガチャなんで、使えないっていうことですよね。はい、で、これのガチャの、詳細、まあ、星5あるんですが、なぜかディオが 0.5 で、華鏡院、恐怖の能力、グラサンですね、グラサン華鏡院 0.5 で、緑華鏡院も 0.5 ということで、あとはもう 0.083 とか、まあ、いつもより 0.025 だったっけ、前は。で、まあ、若干だけど上がってるっていうことで、まあ、ポルナレフは 0.2 なんですけど、はい、なんで、ハイディオとかはどこにハイディオが 0.2、怒らせたも 0.2。これ、出るけど、確率は上がってないよっていう。はい。で、まあ今ちょうど100個溜まってて、チケットが、1周年記念チケットが22枚あるので、分回していきたいな。まあ、おこたろうが当たったら次にまた繋げれるので、次のその、第4部になるのかな。4部祭りの方にも使えるので、早い段階でおこたろうとかが当たってくれたらいいなと思いますので、やっていきましょう。はい。で、まあ、昨日ちょっと、仕事の関係上できなかったんですけども、結構みんなが、いや、全然当たんねえっつっていうツイッターを見て、やっぱ当たんないんだと思って、いろいろ見ておりましたが、皆さんどうだったでしょうか？当たった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。これリニューアルされるって書いてあったの気のせいなんだろうか。はい。ということで、いつも通りの、夕方背景からスタート。夕方、お昼背景。で、ここがスキップされるようになったはずなんですが、あ、なくなってるね。戻るしかなくなっている。で、これの、今思った感じ、チケットは10連で引けないんだよね。全部シングルチケットになっておりますね。めんどくせえ、これ。はい、引いていきましょう。さて、何回まで出てくるかな。もしかしたらここで全部ダイヤもチケットも全部消費して1枚も出ないっていう可能性もあるので、それだけは避けたい。4人、金、まだ分かんない。時止まんないよね。とこ止まんないんだよね。いつも止まればいいんだけどね。さて、誰だ。あー、ホルホース、時が止まんなかった。4人でもちょっときついかな。やっぱロハン先生いての夜背景だよね。夜背景がないと。よーし、行きましょう。頼むよ。時止め、時止め、時が止まればみんな幸せ。スキップしていきます。やばい、これは。まだホルホースレベル下がった。レベル3で、今回その覚醒によって星3が星6になったり、星5が
あ、じゃあごめんなさい、星3が星2、4になったり4が5になったりするっていう覚醒機能がついたんです。まあ、これもまた別の動画で出そうと思うんですが、どれが星3になる、どれが星5になるっていうのは全部が全部星6になるわけではなくて、決められたキャラクターのみが星6になったりとか、決められたキャラクターが星5までいけるっていうのがあるので、そこら辺も、今度動画、お、勇金じゃない、夕方の金、さらに特攻で時が止まらない、くそ、時止まらなかった。でもワンチャンある、ワンチャンない、ないワンチャンない。でこれが例えばなんですが、この華経院見てください。この華経院の左側に黒い星が見えるの分かりますかね。名前の上に星4って書いてあるんですが、その隣に黒い星があるんで、これは星5まで覚醒ができるっていうことなんですね。だから星3のキャラクターでも星が、黒星が残り3つあれば星6まで、覚醒可能なので、まあ、今後まだ多分今の段階分かりませんが、今の段階では多分今回の広瀬光一くんのみが覚醒できるんじゃないかなと。あ、どうだろう、あんまちょっと断言はできないんだけど、今のところその星さんの光一くんが星6になるよっていう。あとは多分まだ未実装じゃないかなと思います。この城太郎は星5までだから、星さんでうわーって思うかもしれないけど、意外と星5になったりするので、星5って言ったらね、前回のマックス中だからね、うん、いいと思います。で一番気になるのが、星3から星5にしたキャラクターと星5ガチャで引いた星5のステータス値がどうなるのか、そこがすごく気になりますよね。また星3から上げていって星6になった時のステータス値、例えば今でいう広瀬光一くんのキャラクターが星6まで上げて、じゃあ星5の光一くん、ガチャで引いた星5の光一くんのステータスとどんだけ違うか。もし全然星6の光一くん、3から育てた6の方が強ければガチャをもしかしたら引かなくてもいいかもしれなくなってしまうし、かといってじゃあ課金している人はどうなるのってなった時に星5がどうなっていくかっていうのはなかなか、まあね、楽しみではあるところでは、楽しみっていうかどうなんだろうと思うところがありますよねでまた、星6のガチャも出るっていう話も聞いているので、もう今まで星5で星5集めてました、すげえ持ってますっていうのも、星6が出ることによってあれ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 ってなってしまう、うん、このままだったらまた次の2周年記念には星7が出るかもしれないからうん、まだ星5を星6にするっていう覚醒ぐらいまでならまだなんとなく分かってた、あ、まあ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 と思ったけど、まさか星6、星の段階が1個上に上がることによって、あれあれっつってなるからどうなんだろうと思って、これはすごい賛否が分かれる。今までその特に城太郎とかも全種類出てたけど、星6になってまた全種類の属性が出せるようになってしまったため、その価値が1個下がってしまうっていうか、価値がなくなってしまうんだよね、星5の。どうなんだろうと思って、まあ、そこら辺は多分ね、みんなが一番持ってるところじゃないかなと思う。今まで課金し、特にね課金した子とかね、みたいな。まあまだその星6についてがそんなに出ていないので何とも言えないですが、ステータスが変わらずに、なんか、お、4人強いっていうだけなら、お、頼む頼む頼むよ。一段階では金なんだよね。金なんだよね。金は出ないんだよ。星5出ないかな。ああ。うん。だからどうなんだろうって思うところもいろいろあります。ね、まあそれの詳しい動画もまた、出そうと思って、覚醒についての動画を出そうとは思っているので、楽しみにしてもらったらと思います。いかんせんまだ情報がないなさすぎて、俺もこうですああですっていうのが言い切れない申し訳ないんですけど言い切れないんで、はい。でもやっぱりね、ちょっと昨日とかもちょっと仕事の関係上でちょっとね、アップデートしてすぐ遊べなくて、ちょっと
ツイッターとかでいろいろ情報収集、ネットとかで情報収集していたんですが、やっぱり、うわ、期待外れだったっていうのもやっぱり中にはいて、引退するわ、みたいな人もいらっしゃったんで、まあ気持ちわからないことはないかなと思いますがね。まあ、今から始めた人はいいかもしれないね。星6からスタートだったらいいかもしれない。なんかすごいモチベーションが下がってしまうかもしれないね。1段階上がることによって。で、さらに、今出てないんですが、期間限定、72時間期間限定で、なんだっけ、星じゃなくて、スタートアップガチャ。多分優勝だと思うんだけど、俺のは載ってなかったんだけど、優勝ガチャっていうのも出ていたので、そっち結構なんかラインナップ良かった気がするので、まあ今から始める人にとってはいいかもしれませんね。はい。ということで、ここをね、早送りしないという、私のトークで全部繋いでいくので、はい。よかったら見てください。早送りはしませんよ。楽しんでもらえたらなと思います。こんなぐだぐだ喋って。まあでも全部が全部、さっきも言ったように、こう、こうとは言えないので、こうかもしれないなーって、こうかもしれないけどなーっていうところしかまだ伝えれないので、本当に申し訳ないです。はい。で、まあ、また、他のところにすれば、覚醒アイテムの偶像でいいんだよね。偶像って読むのかな。偶像についても話さないといけないし、新しいダンジョンというかクエストでね、精神の迷宮というのも出ておりますので、こちらの方も動画に出していこうかなと思います。で、精神の迷宮に関しては、今持っているスタミナじゃなく、また別に精神の迷宮用のスタミナがあるそうなので、やってくるな、本当に。多分それ相の、精神の迷宮用の回復アイテムとかもサンドイッチじゃなくて出てくるんじゃないかなと思う。ちょっともしかしたらサンドイッチできるかもしれませんが、全然ちょっとまだやれてないので、そちらの方も動画上げさせていただこうかなと思います。さて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 、まあみんなもうね、1日全部は経ってないんだけど、まあガチャ引いた方もいらっしゃるし、なんだこの改善はみたいな、ね、めっちゃ楽しいとか思うかもしれないね。精神の迷宮とかもなんか俺もまだやってはないんだけど、こうどんどん進んでいく感じが面白そうだなとは思っているので、まあそれもね、生配信とかしても面白いかもしれないね。生配信したりとか、まあまあ動画にして、こっからここのまでこの攻略でも、なんかちょっとパッと見たところランダムって書いてあった気がするんですよね。ランダムクエストみたいな書いてあったから、一概に、じゃあ1回から5回まで、20回まであるのかな、1回から5回まで攻略しますわ、とは言い切れなかったと思う。多分ランダムって書いてあって、パッと見ね。なので、まあそちらの方も、まあ動画とか、生放送とかで、その、20回行くまで帰れまってんとか面白いんじゃないかなと思います。まあ絶対やらないと思うけど。絶対クリアできないから、やらないとは思うけど。そういう企画もね、まあやっぱ誰かが盛り上げないとね、この1周年。まあまあ、1周年ってすごい盛り上がっ、予想以上に盛り上がってないのかな、わかんないけど。なんで、まあまあ、こういうね、せっかく配信をしてるので、何かしらこうね、ジョジョ DR が盛り上がればいいなとは思っておりますが、まあ俺のね、動画を見てくれてる人が、まあ少なからず多分いらっしゃると思うので、やっぱうれしさんが今から20回行くで、みたいな変な盛り上がり方しても面白いんじゃないかなと。思います。まあ多分行かないけどね、そこまで。2、3回で多分もう、無理、もうやめる、つって配信5分ぐらいで切るかもしれない。他がね、あんまりまだ変わってないか。今回のイベントも、いつも通りの感じのイベントだったし、で、今回のその、ロハン先生のイベントは、まあ、マインド、いつものあれですね、限定マインドっていうか、そのイベントマインドをガチャで引いて、つけて、特攻つけて、特殊アイテムをたくさんもらえるって言うんだけど、結構なんかそれも渋いらしくて、30枚払ってもなんか、10連しても1枚出ればいい方っていうぐらいすごい渋くて、もうそれをね、イベントマインド引くのはいいんだけど、もう使い道がないからね、お4人、時止まるんじゃないですか、これ。時止まる。そして、時は止まって、さらにレインボー。ああ、金か。金なのね。
来い。よ ?4 か。4なのね。4なのね。はいはいはい。了解了解。で。でですね。はいはい。もう結構今のトークでもう15分ぐらい。シングルカット15分引いておりますが。あ、残すとかあとシングル5枚。これ出ねえな。一緒に出ねえな。そうね、こんだけね、すごく尺が長くなっても、もう俺、広告外れてるので、いつもだったらここら辺でもう広告を2個か3個入れてるクズ野郎なんですが、あの皆さん安心してください。ですね、YouTube の規定が変わり、私は今、全部の動画、広告が外れておりますので、まあ、快適に見れるんじゃないかなと思います。いくらスキップしても、何しても全部今私の動画、収益というか、広告がついていないので、もう全然もう楽しんで見てもらえる。ながら見できるし、広告ないし、みたいな。はい。なんで、よかったらぜひぜひ他の動画を見てもらったなと思います。そしてね、まだ今チャンネル登録してない方、なんでこいつクソ喋ってんの16分もと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。1000人いったらですね、広告がまたつくので。だからで、チャンネル登録しないっていうのはなしに、ちゃんとそれ分頑張るので、動画の方も盛り上げていくので、まあ、ジョジョ DR 以外の動画も撮っておるので、はい、よかったら、ね、通知とか来るんで、あ、ウリさん今、DR の動画上げてますよとかいう通知も来るし、生配信してますよっていうのも来るので、ぜひぜひ今見てる方、めっちゃ喋るやん、こいつと思ってる方、よかったらチャンネル登録してください。でね、過去の動画とかも見てくれたら嬉しいです。こんなに喋ってないです、初期は。はい、もうね、1年、そう、このちょうど1周年じゃん。1年、リリース当初から遊んではいますが、こんなに喋ってはないです。はい。もうね、トーク力もどんどん上がっているので、ぜひね、そちらの違いとかもね、見ていただけたらいいなと思っております。過去の動画の方も、ぜひぜひチェックしてください。ということで、めっちゃ喋るやんけ、今日。はい。ということで、なんだかんだもう22枚シングル分回しております。早いですね。一回もピクリとも来なかった。まあ、星4が2体かな。ジョータローと、ポルちゃんだったかな。ぐらいしか覚えてないんだけど。あと2枚。待って、これさ、残しておきたかったのにな、次の動画に。弾けないじゃんけ。弾けないじゃんけ。いやー渋い。でも結構爆死したっていう人もね、見たんで。やっぱそれ、まあ 0.5 でしょ。ノーマルディオです。ノーマルディオもいらないんだけど、ハイディオ持ってるし。まあ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 、強いんだろうけど、なんとも言えない。さて、ラス1シングル行きましょう。さて、来い。せめて4人がいいな。せめて4人で、おって思わせてくれたら嬉しい。さて、DR はそんなに甘くはなかった。2から来るのかな ?2 キャラで、朝の背景で、星5って来るのかな、あ、よくわかんないけど。ガチャもなんかリニューアルってまだできてない。気のせいだったかな、なんかアップデート内容に書いてあったような気がしたんだけど。気のせいでしょうか。それでは全部22連しました。皆さん、長い動画お疲れ様です。もうここで20分ありますので、はい、楽しんでいただけたらなと思います。そしてここからババッと2回20連できるので、まあ、星5が当たった時点でやめようかなって、まあ、キャラによるかな。エンヤバーとかだったらちょっともう一回引くかもしれない。来い、頼む、レインボー1個来い。いや、夜でいい。必死。ないやんけ、一個も。嘘やん。これだって星4の保証でしょ。マジか。でもこっから夜っていうこともあるよね。あ、いらねえわ。え、スキップしてしまった？もしかして全部。なー圧倒的な緑の多さ。
やべえよ、うわ最悪、スキップしてしまった。まあでも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 、うわこんな儚いもんなの、きついな。だってこれでもうあと10連したらおしまいだよ。さよならみんな、みんなさよなら、ありがとう今まで今までみんなありがとう、応援してくれたみんなありがとう。もうちお、でも4人で、ロハン先生いた今、ワンチャンあるで。ここでまあ4角やろ。これ押したらスキップになるくない、さっき押したらスキップになったんだけど、まあここは4、ここは4、あ結果にぶっ飛ぼしたんだ。おおおおおおお、待って今金やった、金やった、金やった、銀やった、けい来たこれ、おいおい、あざっす皆さん、ちょっと違う、あ頼む頼む、ジョタロジョタロジョタロ、ディオディオ以外ダブった、ついにダブった、星が初めてダブった。えなんでスキップした、え勝手にスキップした、うわっていうことで42連しまして、ハイディオということで、ハイディオ持ってんだよな、まあ、プラス1がまあ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 、まあ、初めてついにダブった、ついにダブりましたね。薄いとこ引いてきたな、まあ、一応ピックアップなんだけど、まさか引くとは思わなかったわ、変な運持ってるし。 0.2% でしょ確か、やったらおこたろうでよかったじゃんけ引いて何この、引いてこのあーんってなるの嫌だった。はい、ということで、まあ、無事にすっからかになりました。はい、で第2弾多分引けません私申し訳ない。うわ、おこたろうじゃなかったのね、おこたろうが欲しかったけどな。まあまあでもプラス値がつくと結構強くなっていくし、まあ亀使ってないんですよね実は、1枚もっていうか亀を持ってるけど使ってないのね、金亀とかも。だからまあプラス値は上げようと思えば上げれたんで、なんとも言えなかった、なんとも言えねはい、ということで楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。まあ22分なくらい撮ってるんですけども、まあね、だらだらとガチャ動画引かせていただきました。皆さんどうだったでしょうか、コメントの方もよろしくお願いします。で次、明日はですね、また覚醒の話とか、精神の迷宮についてもちょっと動画出したいと思うので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。チャンネル登録が済んでない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白いと思ったら高評価、グッドボタン以外押すなはい、ということで長々とおしゃべりさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。